日本関東地方神奈川県横浜市旭区サコンさんサコさんは、神奈川県横浜市旭区の大技、住居表示未実施。旧横浜市保土ヶ谷区川島町、市沢町、小高町、元宿町、三丹田町、南本宿町の一部にあたる。1967年に、日本住宅公団による、 中高層住宅建設が始まり、翌年7月1日に入居を開始した。1969年10月1日に行政区再編により、朝日区に編入され、同時に佐根山の町名が新設された。佐根山の地名は古くからあり、新編武蔵風土機構にも見られる。2021年7月31日現在の世帯数と人口は以下の通りである。 国勢調査による人口の推移。国勢調査による世帯数の推移。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。2016年現在の経済センサス調査による事業所数と従業員数は以下の通りである。町内には複数の公園が設けられている。現在、町内に鉄道は通っておらず。 相鉄バス朝日営業所の運行による路線バスが交通の主役となる。町内には西から順に佐根山第1、佐根山第5の各停留所が設けられているほか、隣接する市沢町に佐根山第6折り返し場がある。これらバース停では相鉄編二股川駅、JR 唐突海駅への路線バスが利用できるほか、平日日中に限り、 朝日区役所資金となる相鉄線鶴ヶ峰駅への路線バスが運行されている。以下、具体的なバス路線を記す。町内は片側一車線の道路が東西に貫通し、これが事実上のメインストリートになっているが、前日の通りした混散自体がいくつもの谷と尾根にまたがっているためにアップダウンが激しい。東端では、環状2号と、西端では、 ほどがやバイパス南本宿インターチェンジにそれぞれ接続し、横浜駅周辺や新横浜、さらには、ほどがやバイパスを経由して、東名高速方面や首都高速方面への、マイカー移動も簡便であるが、最寄り駅の二股川駅や区役所のある、鶴ヶ峰駅へは、道幅が狭い生活道路を経由する必要があり、やや不便である。なお、この道路の制限速度は、 時速 30km であるが、並行する、ほどがやバイパスの渋滞時の抜け道ともなっているため、制限速度を大幅に超過して走行する車が後を絶たない。このため、地元警察による速度取り締まりが頻繁に行われている。前述の通り場内に鉄道は通っていない。しかし、地下鉄を経由させようという誘致運動は自治会レベルで存在する。これは、 現在、日吉駅中山駅間を結んでいる、横浜市営地下鉄、グリーンラインの延長計画である、中山から、先の二股川駅、東戸塚駅、上大岡駅を経由して、根岸駅や本木に至るルートのうち、二股川と東戸塚の間にある、東町内を経由させようという動きである。現在のところ、運行主体である、横浜市交通局からは各たる返事は得られていない。 町内の警察の管轄区域は以下の通りである。ありがとうございます。